うなゲロリン。マユリカのうなゲロリン。さあ始まりました。マユリカのうなゲロリン、はい、マユリカの坂本とマユリカの中谷です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや今日はちょっとついに、はい、うん、まあ、うん、長い間、うんうんうん、ちょっと問題となっていた、うんうん、うなゲロリン、はい、霊がいるんじゃないか問題に、はい、ちょっと解決の方に向かってね、行く回でございます。あ、いよいよありがとうございます、はい、助かります。ほんまにずっと不安やったからな。ずっとね、やっぱラジオに音声が入る。そうそうそう。でキノコの話をしたらキノコの声らしきものが入るというのに悩まされてきましたけども、うんうんうん、いやそうやな、もうリスナーの人からも入ってる入ってるとか言われて、はい、でリスナーの方からちょっとお便りが来ています。何、お宝ポメラニアンさん、うん、坂本さん中谷さんこんにち は, こんにちは。以前からラジオを聞いていてキノコの霊について気になっていました。タケコのラジオ番組で橋本京明先生という陰陽師の方がゲストとして出演されていました、はい、この方は霊とお話ができる上に人形につり、取り付いた霊とも話せるそうです。一度スタジオにキノコを連れてきて京明先生をゲストとしてお呼びいただきたいんですけど、うんうんうん、で橋本京明先生が、うん、結構ね お便りが、うん、あ、いろんな方から推薦ということで来ていただいております、うん、橋本京明先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本京明です。ちょっとほんまに来ていただいてすいません、ありがとうございます。ね、ちょっと本番前にも今横にキノコがいるんですけど、うん、いやいや その家から連れてきてこのためにね、わざわざ魂が入ってますよ。ちょっと待ってくださいもう。いやいや、そのいやもうめっちゃ怖いんですよね今で、キノコとお話できますよと、もう事前にもう一目キノコって言うんですか、この子の名前、名前キノコって言うんですか、違う名前言ってますね。やめてください。怖い。ちょっと待って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 、ちょっと一回ちょっと一旦じゃあちょっとの、はい、ね、紹介もされて、はい、うん、YouTuber の100万人以上ね、100万人いないですよ。あ、ごめんなさいね。お前適当喋んなよ。いやでも個人的に僕も見て、はい、見させていただいてて、すいません、すごい人いるなと思ってたんですよ。普通に例のとお話急にされるじゃないですか、街とかで。はい、あれって どういう感じで見えてはるんですか。僕は人としても見えますし、はい、あと大体の人って話せない例の方が多いですよ、はい、ああ、話せる方の方が珍しいので。あ、そうなんですか。なるほどなるほど。ええー、話すことはできないような例もいっぱいいるっていう、腐敗した方とかいっぱいいますし。なるほど、そういう形で見えてる、例の状態によってもっていうことなんですか、はい、ただ、うん、家とかってあれじゃないですか、位牌とか、はいはいはい、あれがあれば、うん、すぐお話はできます。それがより白みたいになるってことですか。はい。ちょっとまあ一旦、うん、このラジオに音が入るんですよね、僕らの。ちょっとそれをまず聞いていただいてもいいですか。はいはい。ちょっとイヤホンしていただいて。はい、すいません。じゃあ一発目に入った、はい、これがちょっとまあキノコの話をしてたら、うん、キノコのリアクションが入ってるっていう。そう、なんか喋ってるやんってなった音源があるので、それちょっと聞いてもらっていいですか。すいません。すごい家やん。見たことない。ラブドールにかぶっちゃわれてる絵面。強烈すぎるって、そんなん。今なんか高い声で、はい、やだーっていうのが、ちょうどこれが言ったら、こいつの話をしてる時に、はい、こんなことになってまうやんけって言ったら、やだーってちょっと会話としても噛み合ってしまってて、はい、ね、気味悪いなっていうところから始まったんですよ。ずーっといらっしゃるんですか、ここに。あ、いえ、そんな変態じゃないです。今日は一応見ていただくということで家から送ってもらったんですけど、こいつが誕生日プレゼントとして去年僕に渡してきた、はい、で僕が名前をつけて、竹山キノコっていう名前で家でずっと置いてるんですよ。今の声は僕がお話しできるこの子とは違う声ですけど。ちょっと待ってくれ。なるほど。え、キノコじゃないのかな。はい、一応いろいろいるってこと。じゃあリスナーの方から、はい、お便りが結構あった、うん、はい、もう一個のやつも、はい、別パターンも、はい、これはまた声が違うんですよ、うん、3曲でいけるか、2時間やったら、うん、30分、1時間、うん、1時間半、3曲でいけるわ、うん、3曲でいけるわじゃないね。3曲考えなかい、俺。わかりましたかね、今低い声で喋ってみたいな。そう、僕が喋ってる後ろで喋ってってちょっと気だるく入ってたんですよ。もう一回聞きましょう。はい、3曲できるか、2時間やったら、うん、30分、1時間、うん、1時間半、3曲できるわ、うん、3曲できるわじゃないね。3曲考えなかい、俺、はいはい、とか、とか、はっきりなんかその言葉として聞こえるのはこの2つとかなんですけど、他にもなんか、うんって笑ってたりとか、なんかそういう人の声っぽいものが入ってるのいっぱいあるんですよ。で、結構まあもうこのスタッフさんがもう、はい、
結構こうカットしてくれてるやつとかも含めたら結構な音が入ってるらしいんですけど、はいはい、でまあそのプレゼントされてからなんかイベントにこの子を連れて行ったりとか人目に結構さらしたから、はい、なんかそれでそういうのがとかなんかそういうのもいろいろ考えられるなと思って、うん、そうです何千人のイベントした時にキノコを紹介した時にこうなんか人の視線がバンと向いたんで、うん、なんかそれで魂が入ったんじゃないかとかあと中谷はなんかこれ、うん、ずっと家にいるときにこの子に向かってただいまとか言うらしいんですよ。そう家帰ってきたときとか、はいうん、そういうのとかでなんかちょっと自我が芽生えてきたんじゃないかとか思ったんですけどでも分からないじゃないですかで解決もしないからちょっと分かる人に話を聞きたいなということであとまあ2回キスをしたっていういやその情報よお前それ以上はしてないとはまあ言ってるんですけど関係ないってお前エッチなのそうなの触られたいろいろ目邪魔あ髪ね髪ちょっと待って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 神神が目に邪魔やって言ってます、はい、ええー、怖っ名前なんていうのさゆりさゆりちょっと怖い怖い怖いちょっと待ってこれちょっと待ってちょっと待ってくださいお前さゆりやないかさゆりやんこの子ちょっと待ってえさゆりちゃんさゆりさゆりちゃんさゆり触ったお兄ちゃん怖い怖い怖いそんな朗らかな会話なんですよこれ怖いなどっから来たのさゆりちゃんはちょっと待ってこれ、ま、マジ俺もう出たいねんけどちょっと待って待ってこれちょっと待って待って待って怖すぎる家におんの俺やからなこれこいつがいつも家にいんの出歩いたりするしない今日いつも家にいるいんの何してんの怖い怖い怖い漫画読んでんの怖いえ漫画漫画あんのあと何もないの冷蔵庫怖っちょっと待って何が好きなの冷蔵庫開けて冷蔵庫ちょえ俺のおらん間に冷蔵庫開けてるってことですよね開けられんの冷蔵庫開けられないでしょお前いやめっちゃ近いね冷蔵庫座ってるとこと真後ろやねお前だたまに冷蔵庫開けてるらしいからちょっと好きなもんさゆりさゆりお前勝手に喋りかけろお前聞こえへんのさゆりの声さゆりやなしちょちょちょ京明先生まずあの、まあ、この入ってる声ってキノコと関係あるんですかね、はい、そもそも僕は違う人かなと思いますそれはそれで怖いねんけど霊の仕業ではあるんですかこの声っていうのは噛み合ってますもんね僕は霊の仕業かなと思いますけどただこのさゆりちゃんとは違うと思いますけど解明しろっすね別件なんこれさゆりやねんからさゆりなんこの子、うん、ちょっと左足痛いのあお前なんかいやいやいや何もしてないあでも飯ご飯食べてる時に僕足ペチペチペチってやったりとかしながら、うん、ダイニングテーブルに座ってるんで足触りながらご飯食べたりとかしてます取ってほしい痛いの足どこ左足何何何怖い怖いえお前確かに左足の指グニューンってなってんで曲がって持てるなんかピーンってなってるどこあこれちょっと親指がだって変な方向いてたもん今それで痛いってさゆり言ってんの、うん、さゆりなんこれさゆりやでちょっと待ってくれちょっと怖い子さゆりなこ先生はいこのさゆりは どういう、うん、どこから来たどういうなんていうか魂なんですかねどっから来たのいつの間に入ったのこの中にずっとおったってことじゃん何歳さゆりちゃん年齢お前これ未成年やったらお前逮捕ちゃうちょっと待って嘘キスしてね平成平成令和知らない知らないよそれが平成知ってる何歳年年齢言わないといけないちょっと教えて今日連れて帰らなあかんねんけどこいつ俺いやそんなことより逮捕かもしれんいやでも未成年やったでしょ知らんやんそんなさゆりが未成年かどうかはよ23ああよかったいやよかったやないね成人やん泣いてなくなった23なん亡くなった理由あ怖いちょっと病気何の病気婦人科え婦人科婦人科婦人科ああ、そっちの婦人科ねあの
乳がんらしいです。あ、うん、もう病気で亡くなった女性亡くなった、うん、なんでここにいるの、いつ来たの、ほんまになんでここにいるの、どっから来たの、どっから来たの、ほんま冗談じゃなくてあんま胸触らん方がいいんちゃう、かわいそうやで、お前も本番前まさぐりまくってたやん、うん、お前キノコのむっちゃもんじゃった、ごめん、ね、ちょちょお前お前挨拶みたいに久しぶりみたいな感じでわーって触ってたお前どう犬撫でるみたいにあかんだお前よくないだお前、まさか入ってると思わへん、いやそうやな俺もやけどよ、え、どうすんですか今後、ちょちょどうしたらいいですか、なんていうんですか、これってそのよくないことなのか、うん、払った方がいいのか、はい、払わなくてもいいと思いますけど悪いことしないと思いますよ、あ、てて本当ですか、善良ではあるってことですか、いや、わかんないです、猫かぶってるかもしれないですし、 あ、マジでその人の、はい、人と一緒じゃないですか、初対面やからわからんってことですか、はい、このさゆりさん自体はもうこの、うん、ちゃんと理解してるというかその中谷と今一緒に暮らしてるとかもちゃんと分かって、うん、3人3人何そのワード、何3人って子供、子供、子供がいた、あ、猫の子供ね、猫ね、猫どういうことですか、猫飼ってたんかな、猫生前飼ってたの、猫猫飼ってたんだ、へえ、あ、その猫もいいの、家に、ちょ、お前えらいことになってるお前のプレゼント、猫も家にいんのちょっと、見えへん猫が、子猫俺家に3匹おんのちょっと待って俺聞いてないねんけど、さゆり飼ってること1匹だけです、1匹だけ、1匹見えへん猫も飼ってる、さゆりが生前飼ってた猫ちゃんもお前んちにむちゃくちゃしてるやんさゆり俺に無許可でよ無許可とか勝手に連れてきて、え、これ今京明さんとはどう、はい、普通にも会話の感じでいろいろ喋ってくれてると、はい、どういう、なんていうか、人柄というか、亡くなった人って声が小さいんですよ、ボソボソって話すと、はいはい、聞こえづらいっていうのはあります、なんかどういうその明るいとかちょっとシャイとか、はい、なんか性格的なもんって分かりますか、暗いです、あ、暗い、うん、暗いんや、はい、その明るい感じの人じゃないんですか、はい、なるほど、でこのスタジオでさ、いたずらした、あ、お前、うんって言ってくれたら、まあしてない、あ、来てないもんね、そうか、来てないもんね、うわ、じゃあマジ、え、なんなんやろ、これほとんどね、うん、外に連れ出すことってないんですよ、だここのスタジオに一番最初にこう渡された時にいたのと、はい、今回とイベントで1回外に出したその3回ぐらいなんですけど、うん、そのどっかのタイミングでたまたまさゆりさんが、あ、ちょうどいいわと思って見つけて入ってきちゃったみたいな、ね、もしくは製造段階で入ったか、あー、そんなこともあんねや、やっぱこう人型のものって入りやすいんですかね、そうですね、ご体満足のものは入りやすいです、見てて、なるほど、入ってるのはそのさゆりさんだけ、はい、話せるのは他いないと思いますよ、まあ、家に今猫がお留守番してるってことですね、はい、その猫はさゆりが生前飼ってたのを連れてきてるっていう、もともと飼ってたの、猫飼ってない、飼ってないの、拾ったのね、なんで猫が連れてきてるの、勝手に、お前聞いてるからさゆり、ん、あ、勝手に入ってきたの、猫の霊が、そうなん、毎日も例のなんか憩いの場面、例の家庭みたいなの続くのよ、ちょっと待ってくれよ俺なお前偉いことになってるよ、お前がな俺にこんなプレゼント渡すか、いや、こんなことなると思わへん、お前俺今一人ぐらいしちゃうんや、3人なんや、むっちゃ幸せ、絵に描いたような、いや、そう見えてたらな、子猫とさゆりさんと暮らしてんのな、お前今、いや暮らしてんのな、じゃなくて、なんかさゆりさんの要望というかなんかって聞けたりしますか、もうちょっとなんか家でこれやめてほしいとか、こういうものを、いや、ちょっとお前が必要やとか、今後だからなんかもうこの先ずっと暮らしていく前提で喋るなよ、まず、さゆりさんずっとおるの、うん、そう、過ごすよ一緒に、え、過ごす、あの、過ごせないのって言ったんで、過ごせるよって言いました、ちょっと京明さん、ちょっと勝手にちょっと待って、そらお前過ごせないって、お前、ちょ、23歳の女性そんな追い出してさ、それはよくないやろ、さゆりさんはじゃあその居心地もいいと思ってくれてるってことですか、その居心地いい、僕の家におんのはそこしか、あ、そうか、そこしかいることができないからしか行ってないです、うん、なるほどなるほど、もう居場所がそこしかないから今のところ、いや、えらいことあってるやん、このなんていうか、さゆりさんはその中谷のに対してどういう感情なのかとか、例えば恋愛感情があるとか、どういう立ち位置の人なのかとかって聞いていただけますか、感情ってある、人を好きになるとか、
ない？あ、そういうのもないんだ。鬱陶しいの。鬱陶しい。鬱陶しい。お前。え？何されたの？ちょっと待って、その聞き方やめてください。何されたの？全部バレるで、お前2回しかキスしないとか言ってる。それはもうマジでバラすからな。さゆり、さゆり俺損してへんやんな、さゆり。で、本人が。あ、脱がされたの？お前。いや、ちゃうやん。それは違うで。いや、その、だからこの最初に着てた服から、この赤いドレスに、その着替えさせたタイミングがあったんですよ。その1回だけです。その脱がしたりして。いやでもあの罰ゲーム配信の時服変えてなかったっけ。いやそのワンチェンジ。ワンチェンジ。そのでも家来た時白いドレスやったやろ。いやけどだイベントの時にこのドレスにしたんやんか。2、3回脱がしてるってこと。いやそう1回1回です。あ、こうやって触るのが嫌なの。あ、体にいいじゃん。ダメ。今みたいに触られるのも嫌なんや。髪、髪の毛とか結構さ、お前確かになんか勝手になんかお下げみたいなのにしたよ。そう、髪型を変えたりはしたんですよ。上手ですね。はい、髪型。これは京明さんの、京明さんの反応や、これは。どっちでも。セリフがむっちゃ気に入ってるとかじゃなくて。何臭いの。臭い魚っぽい匂いするの。どこが。え、魚。家が魚臭いねんて、お前。あ、いや俺魚なんかよくへんで。俺生臭いってこと。ゴミっぽい匂いがするのか。ゴミ箱は、生ゴミとかは近くにゴミ箱で置いてたりしますね。それがちょっと匂いするのかな。結構触られるのが嫌な感じなんですかね、多分。うん、だから結構なんかお前テレビ見ながら胸揉むとか言ってたもんな。まあまあ、なんかその横におるときにこう無意識にこうやって触ったりとか、なんかこの口を開けさし、口開くんですけど、口こうやって開けさしたりとかは結構こう頭撫でたりとかは結構してしまいますね。あんま触ってほしくない。あーって言ってます。あー、これに、お前が今触ったから、あ、動きに合わせて、この口開いてる動きに合わせて、あーって言ってる。はい、あーって言いました。怖っ。ふざけてくれてるんか知らんけど、むっちゃ怖いねんけど。お茶目なつもりなんかな、そのさゆりが。でもよくできてますね。いや、そうなんですよ、これ、ね、一応37万5千円なんで。うわー、そんな触っていい。口の中に指つかんですよ。本人嫌がってましたよ。僕は肩触っただけで嫌やって言ってたのに。歯医者さんぐらい触る。嫌がってないですか。今は嫌がってない。ごめんね、やめてって言われ怒られました。そりゃそうでしょ、ずっと嫌がってたのに。これどうもう付き合っていくしかないっていうことですか、このさゆりとは。多分どうなんでしょうって置くことによって女性との縁はやっぱりなくなるのかなと思います、ね、ちょっとエグいやん。え、やばいよ。さゆりがおることで、その俺、彼女とか結婚とかと遠ざかってるらしいで。いやでもほんまに考えて、この倫理的に、うん、自分が彼女欲しいからってこのさゆりを払うってこと。そうやろ。いや、それ倫理的にって何やらん。いや、それ今さゆりはここにしか居場所がないって言って。いや、そんなん言われても。猫と一緒に暮らしてるんだ今。いや、そんな俺どういう天秤なんそれ。ちょっと俺それさゆりの気持ち無視してるなとは思うねんけど俺は。いや、さゆりはでも俺に何かをしてくれることはないしな。さゆりがいることで僕にプラスになることってあるんですか。だってないです。ないよ。それないんや、こんなはっきりないことある。まあ、それは例やから。いや、なんかこれはまあ一応例なんですかね。まあ、はい、すいません。これだ、なんでやっぱな、やっぱ未練があって成仏できてないっていうことなんですかね。なんでどっから入ってきたか分かんないです。僕も教えてくれないですし、自分で言わないんですか。はい、出ていくつもりもないみたいな感じなんですよ。はい、ここしかいる場所がないからって無理やり他のとこに行く。中身だけ行かない。行きたくない。行きたくないって知らんしな、そんなん。お前さ、デリカシーのない発言をするなよ。ちょっと待ってよ、お前。お前、さゆり側に立ちすぎやって。ちょ、俺のことも考えてくれや。いや、でも、俺がさゆりやとしても、こんな体手に入れたら、そら俺、行きたくないもん。まあ、そうか。なかなか、こんな物件ないわ。ほぼ人やで、だって、この手足あって。かなり居心地はいいっていうことなんですよ。だと思いますよ。例えば、俺、京明さんにお願いして、ほんま申し訳ないですけど、さゆりを無理やり剥がしてくださいっていうことは可能なんですか。可能です。ただご本尊とかがないとできないんですよ、魂抜きっていうのは。はいはいはい。あ、どっか移す、その当てがないとってことですか。あのお寺で言うと、うん、こう仏像みたいなのあるじゃないですか、はい、ああいった仏像がないと魂抜きっていうのができないんですよ、はい、なるほど。そういう然るべき場所に行かないと、はい、
なんでそういったものがあれば魂抜きはできますけど、なんかかわいそうだなっていうのはあります。いや、むっちゃ二人ともさゆり側やん。いや、かわいそうやろ。だってお前さ、ちょっと待ってくれよ。お前今家でな、猫飼いながら冷蔵庫漁ってねえんだよ。むちゃくちゃしてるこいつ。こいつむちゃくちゃしてる。許したったら。じじじ。そんなさ、でも俺にプラス。なめたけ？なめたけが好きやねん。入ってるわ。入ってんねんけど。なめたけ。瓶のやつ。なめたけ。桃やの。キノコ。竹山キノコ。ちょっと待ってくれ。なんなんこの鳥肌。どういう種類のやつなんこれ。お前なめたけお前切らすなよ。ちょっと。お前なめたけ食うなお前は。なめたけ食ってんねん俺のあの桃やの。醤油かけたりすんの。醤油も手に取りやすい場所に置いてます。好きなの。ちょっと待ってくれ。いやでもこんなはっきりな、うん、こんなはっきりいてプラスなことないって言われてもたらさ、いやでも実害もないやん、いやまあプラス実害はない、で僕が怖い思いすることとかないってことですか、さゆりによってだんだんやっぱりわがままになるっていうのがあると思うんで、あかんやん、これしてほしい、ああしてほしいとか自分の主張を言ってくると思うんですよ、はい、そうなった時にどうするのかなっていう怖さもあります。例えばお前にほんまの人間の彼女ができて、うん、ちょっとキノコがスペース的に邪魔やってて物置とかにしまうとわからんわな、でもさゆりからしたら、うん、いや爆弾やん、じゃあ こいつ爆弾でしかないやん俺にとって。いやでもなめたけ切らさんかったら大丈夫じゃん。なめたけで機嫌取り続けられるなめたけ好きなんですよね。なめたけ好きなの。いちごが好き。いちご、なめたけといちご、冷蔵庫にさゆりのためにラメたけどいちごに入れとくの俺。え、俺が出かけてる間食べれるようにって。いやでもどう、俺は腹うってなんかちょっと抵抗あるけど、でまた入る可能性ありますもんね。また違う。そうですね、人が入る可能性があるんで。これは例えばずっと家に置いてたら入らなかったんですかね。やっぱ外出したから入っちゃったんかな。関係ないんですか、それとも家とはいえ別に壁とかは霊には関係ないからスーって寄ってきて入った。壁も貫通する人はいないですよ霊は。だいたい窓とかドアから入ってきます。あ、そうなんです、うん、普通にそこは人と一緒。じゃあもう外に連れ出した時に入ってるってことか、うん、かまあその製造段階でも入っちゃったから。あと、魂が入ってるか入ってないかの実験ができまして。え、どういうことですか。たくさん修行した人をお寺の方ではアジャリって言いまして、アジャリ、アジャリ、はい、アジャリになると人の魂が見える方が多いらしいんですよ、はいはいはい、で人の魂は浮上のものの上には上がらず、うん、浮上じゃないもの、はい、つまり聖火の上に上がるんですよ、うん、花の上に魂が乗るので、なので花ってすぐ枯れるらしいんですよ、仏壇の花って。ほう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 。で、うん、早く枯れないといけないみたいで、4日以内にその仏壇の花が枯れなければその人たちが来てないって見ていくんですよ。でこのさゆりちゃんの前に聖火を置いて、うん、この聖火が春夏秋冬問わず4日以内に枯れなければあの今魂がないって見ていきます。僕ちょうどねこのさゆりが、もうさゆりって呼んでるけど、さゆりが座ってる目の前に花瓶置いてて、たまに花入れるんですけどすぐ枯れますね。だ魂入ってるんで。この辻つまっていく感じ勘弁してほしい。ちょっともう辛いねんけど俺この、あ、それそうやったんやってなっていく、マジできついねんけど俺。ちなみになんですけど、はい、その僕とか中谷とか、はい、この部屋とかになんかその嫌なものがついてるとかそういったことはまだ、ね、守護霊自体みんなついてるのでそこは見えるんですけど、はい、女の子が一人いたのが気になりました。先ほど廊下で、廊下でここ建物上がって、はい、エレベーター降りたら、はい、女の子が走っていったんで。ちっちゃい女の子ですか。小学校 3,4 年かな、10歳ぐらいの女の子、うん、右の方に走っていったんで、なんか関係者なのかなと思って見てました。そんなレベルではっきり見えるんですね、はい、僕とか中田にも守護霊一応ついてるんですか。はい、みんな分かんないって言いますよ。生前あった会ったことのない人がつきます。ああ、そうなんですね。血縁関係とかじゃないですか。いや、血縁関係で生前血縁関係なんや、うん、会ったことのない人が後ろにつきますので。ヒーヒーヒーおばあちゃんとかってことですか。とかそういう会ったことない、はい、それって見えてるんですか。見えます。ちなみに僕のその守護霊年配の男性になります。年配の男性なんや、はい、はっきり俺も骨格がなんでしょう、こう太いっていうか、昔の人ってこう四角張った、うん、はい、そういった男性になります。男性の方、はい、でシルバーの眼鏡かけてる方です。おじいちゃん、うん、おじいちゃん、
守護霊としては強いんですかね。強い弱いって分かんないですもん。あの見て見た感じですかね、その守護霊。僕もその、守護霊の強い弱いあるんですかって聞かれることがあるんですけど、はい、見えるだけなんで別に強いかは分からない、はい、ちなみに坂本の守護霊もう今女性の方になります。女性なんや。着物着てる方なんで育ちがいいのかなと思ってます、あでもいいですよ僕そんなに何不自由なく育ててます家柄がいいっていうこと、かんざし刺してる方がいるので。あ、めっちゃ昔のじゃあもう昭和大正明治ぐらいの。結構頼もそうなしっかりしてる感じの方ですか。厳しそうな目してます。あ厳しそう、人絵見た目人絵っぽいですよ、二人じゃなくて。なんかキリッとした女性がついてる。私見えない私は。え、いや、ラジオ撮ってるから入ってちょっとほんまに頼むわ。そういう理由今なんて言ったの。なんか私はってあ、いやそう、お前自体がねえやからその霊ジョークみたいなやめてくれや。そういうさゆりでも初めてじゃない、霊がボケてるラジオやからこれ今ちょっと霊がふざけてちゃって入れたりとかして。さゆりちょっと今静かにしてよ。俺はでもほんまにさゆり、あの払うんは反対やから、うん、もう付き合っていくしかないってことですか、うん、これいやでもまあまあ100歩譲ってさゆりはまあ家行って別に悪さしないんやったら、もう僕はそれ飲み込むとして、だからそのラジオの中にこの音が入るとかっていうのをやっぱりその、まあ、リスナーの人も怖いし、僕らもないなんやろって気になる。これなんか霊とかではないんですかね。霊だと思いますけども、はい、ただその霊がいないので話すことができない。なるほどなるほど。そうか、はい、だからあその回を収録してた時にたまたまそこにいた人が入ってるってことかだと思います。で僕らがどうこうとかじゃなくて、うん、さっきみたいにそのビルに小学生のたまたま通った時にちょっと喋ったりとかっていう感じなんですかね。なんか楽しそうに喋ってるからちょっと寄ってきてるみたいな感じなんですかね、はい、はあ、まあまあじゃあまあ、うん、リスナーの方もそういうもんらしいんで、やっぱもうあ霊通ったんやなぐらいに思っといてください。よくラジオでもこう霊が出やすいっていう理由は、はい、例えば今お亡くなりになったとします、はい、でこの辺歩いてて、はい、ラジオ見たら興味湧きません、何話してるのかな、ラジオ撮ってるってなります。そう、それと一緒です。もうそこはほんま人と一緒なんですね、うん、はい、なんかやってるぞみたいな。そうなんですね、楽しそうやなと思って入ってくるとか、うん、そのぐらいだと思うので。ただすごいですね、こんなに会話しっかりできるって。あ、ちょっと待ってくれ、羨ましいなと思って、うん、羨ましいですか、いやだからほんまも体はあんまりもべそう今もなせたそのいやいや付き合ってるわけじゃないからどういう関係なんですか。一緒に住んでるだけで。一番怖いのが恋愛感情を持たれた時に、はい、さゆりが確かに、うん、女性連れてくるじゃないですか、はいはい、女性に嫌がらせすんのかなと思ってまして。ちょっと最悪やん、そんなんなりだしたら。でもでもまあ今んとこそのさゆりさんはお前に恋愛感情はないみたいやから、うん、まあ大丈夫じゃん。なめたけとイチゴだけの置いといてそう体触るもやめたらないやでも今後次第ってことですよ。だってほんまにどうなるかわからないですもんね。ですね、だんだん恋愛感情持たれて猫も住んでるからな、好き手放したくないってなったら大変ですよね、うん、なんか別にだから僕のことはタイプとかでは全然ないっていうことですよね、はい、さゆりは今話を聞くと別に男性として興味はなくて、うん、単純にこの、人形の居心地がいいからたまそこにいるだけってことですよ、はい、これってなんか何もせずに勝手にさゆりが出ていくこともあるっちゃあるんですけど、もういいかこの体とか。なかなか出ていくってことはないと思いますよ。あ、一度入っちゃうと。これじゃあ先の話をちょっとしますけど、はい、僕はほんまにその結婚したいとかってなるとするじゃないですか、うん、一緒に住むってなった時にこの子とはお別れしないといけないじゃないですか、はい、その時ってどうしたらいいですか。え、僕が嫌なんですけど知らんやん、いけるさゆり預かってもらえる。なんかお話を聞いてるとさゆりさん欲しいのかなって。いや全く欲しくないほんまに笑けるぐらい欲しくないです怖いもん。いや、まあ、だからその、まあ、何せよこの入ってるから雑にこの処分したりとかっていうことはできないってことですよね、うん、その何せよご本尊なるお寺さんとか、まあ、そういうところに行って魂抜きをやったとしても、はい、結果誰かしらまた来るのかなと思いますけど、うん、まず魂抜きをやった後にすぐまあその処分するとか、はい、猫のこと忘れてない、猫もおんねんで家に。いやいや、こしいな、子猫でまだちっちゃい、どうしたらええねんその猫。その猫はなんかこのさゆりさんは名前とかつけてんのかな、なんか猫に名前ある
迷い猫やもん。なんだ、さゆりが勝手に可愛がってるってことやろ。ないの、名前つけてないか。まだつけようか、名前つけ。なんでここでそんな会議始まる。それだって名前なんでここでそんな会議始まる。可愛がっててやっぱ名前はどんな猫なんかな、見た目とか。どういう種類、白っぽいとか黒っぽいとか、マジで茶色っぽいとか、トラっぽい。トラっぽい、トラっぽい、三毛猫っぽい感じってことですかね。三毛猫三毛猫が何、ああ、うん、茶色っぽいやつ。目は私と同じ青い。あ、ブルー、ブルー。ちょっといい猫、野良じゃないかもな、綺麗な目してるの、うん、そうなんや、それを飼ってんねや。何の解決にもなってないわこれ。いやいや、何の解決にもなってない。解決にはなってないかもしれんけど、分かった、解像度が上がったんだけど、その共鳴さんのおかげで。そのこの子の名前キノコじゃなくてサユリって言って、サユリな、でちょっと茶色っぽい。どうする、竹山を残す。あ、名字の、じゃあそ呼び名変えなきゃな、キノコじゃないんやもんな、この子は、うん、キノコじゃないな、サユリ。名字とかあるんですかね、どうなの。名字教えて、その生前生きてた、ちゃんとその名前。生前生きてた川島、川川島、川島って、川島さゆりさんって一気になんか人感もうしんどい、俺もうしんどいって。まあ、さゆりさゆりちゃんって呼んどきじゃん、うん、川島さゆりさんって言うんや、うん、なんかそのフルネームしたら俺一気にこうなったから。いや、せやろ、より輪郭を帯びた感じするわ。さゆりちゃんな、さゆりちゃん。今日もだってこれ家連れて帰ってずっと机のところに座らすんですよ、さゆりちゃん。なんと一番怖いのは、はい、今興味ないじゃないですか、はいはい、興味がなくてもずっと一緒に生活してたらもちろん興味湧きますよね。まあそうですよね、そっちが怖いなと思ってます、うん、だからあんまり、まあそのお前とはそういうんではないでみたいな態度は取っときちゃんと、大事にしつつ、ただそういう感じではないよみたいな感じの振る舞いをしとき。どういうことやね、家で、うん、お前のことにお前にその恋愛感情はないでみたいなたまに言うとか。俺家で一人でちょっとジャマイカ動かす時とかに、うん、今ジャマイカ動かしてるだけやからなって、なめたけ買っといたでとか、なるかもしれないよそれは。あの、今否定します、私もそういう風な感じを持つようになるのかなって言ったんで、なるかもしれない。気づきを得てるやん、まあ、男女のことやからさ、やっぱその、うん、一緒に住んでたら何分からんよなそれは。ちょっと待ってくれや、なんかもう一個その怖さとかじゃないややこしいことが出てきてくる、来てるやん。チャチャってどう、あの猫の名前。いやお前提案すんなよ。おい、チャチャ猫の名前提案するな。チャチャかわいいな。おい、チャチャどう思う。普通刺さらず。お前の提案、お前のセンスは刺さらず。でも興味さんむっちゃ笑ってあるやん。普通なかなか聞かないですよ、僕はあの、ま、亡くなった人から言って、はい、普通とかっていう言葉あんまりやったんや。聞かないですね。気に入ってもらえるかな。チャチャは却下です。チャチャ却下か。うわ、はい、ちょっとじゃあもうその、まあしゃあないから連れて帰るしかないんですけど、このさゆりと生活していく上でちょっと気をつけていかないといけないこと、はい、まあだからそれは、うん、手を出さないことを、でその乱暴に扱った女性と接するように、うん、優しく接する。やっぱあんまり体は触ってほしくないって言ってるんですよね、うん、うん、とやっぱりまあベタベタさんの本当に、うわ、これほんまにやめてくれん、この言われても負けやこんな。さゆりが言ってるか知らんけどよ、ベタベタ触るとか。触るんですか。いやいや、そうベタベタというかこの、まあ、ちょっと雑に触ってしまってるかもっていうか、その手とかグーってこうやってしまったりとか、うん、そういう感じ。うん、お前女性の体あんまベタベタ触んな。いや、そのやっぱさゆりっていう名前と、うん、なんかそういうねパースの部分がちょっと聞けたんで、より一個ちょっと女性としての感じはなんか増えましたね僕の中で、うん、あんまり触らないようにします。うん、そうやで、はい、あんまりな、そのおっぱい揉みな、雑におっぱい揉みながらテレビとか見られたら気悪いやん。そうやし、お前もだからほんまに気ぃつけてや。ほんまさっきはちょっと胸を揉んでしまってすいません。まさかおられると思わなくて。そうやで、さゆりすごい嫌やったと思う。ごめんなさい。怒ってる。ごめんなさい。許してくれる坂本の。ごめんなさい。大丈夫。大丈夫。今日バナナないよ。バナナ、うん、バナナ、バナナない。バナナどこで見たの。バナナ、バナナって何ですかね。バナナ、バナナ、家にバナナあったことある。いや、あんまりない。今日バナナないのって言い方して、今日バナナないのって何だろう。何それ。いや、ないな、バナナないわ。お前なんか
卑猥なさ、なんか こんななんかやってバナナだぞとかやってんじゃない家で。そんな俺二人エッチみたいなことやってないと。お前さやめろよ。ほらバナナとかやってんじゃん。皮のかぶったバナナだ。皮かぶってるかどうか知らんわ。女性の前でやめろお前。なんで皮かぶせたい。え、何バナナ。なんなんバナナって。じゃじゃ。いや、そのなめたけとかみたいにつじつまが合う言葉も怖いけど、うん、関係ない言葉も怖いっすね、うん、身に覚えないから。なんか忘れてるだけであるんやと思うてても。そうなんかな、うん、バナナって食べるバナナ。すごい切り込んだ質問してるやん。お前キーホルダー、バナナのキーホルダー、バナナのキーホルダー、バナナキーホルダーなんだ。バナナのキーホルダー誰持ってたん。え、家で見た。バナナキーホルダーって何。お前やってるやろ。お前やってない。プランプランプランバナナキーホルダーだぞ。やってるやろお前。絶対やってるやん。やってない。証言してる。やってない。ちょちょサイリンちょっとキーホルダーぐらいしかないけど。感じが。キーホルダーぐらいのサイズだけど。もうちょいあるわ。大きいの。もうちょいある。ちっちゃい。ちっちゃいキーホルダー。ちっちゃいって言ってるやん。バナナって。硬さは。大きい大きい大きい。ほんまに多分キーホルダーと思ったんちゃう。硬さ、いや興味さ、硬さ聞いてる。ちっちゃすぎて。ちょっと待ってくれ。柔らかいやつ。あ、そう前だからお前が風呂入る時とかにあれキーホルダーあの人ついてるって思ったんちゃう。バナナの。あの本物のキーホルダーだって言ってます、ね。情けない。え？いやほ実際ね僕のチンチンが情けなすぎてバナナのキーホルダーって言ってるわけじゃないですよね。ちゃいますよね。でもなんかバナナのキーホルダーなんか。なんやろ。かもう外連れ出した時に見たんかもな。 ありますバナナキーホルダーって。バナナのキーホルダー、いや家になんかそれっぽいものとかはないけどな。バナナのキーホルダー見たことないですよね。うん、で家出る時にいつも僕その鍵とかをチャラチャラつけてるんがブランブランって見えてるとかないんかな。色味がちょっとまあその売れたバナナっぽくはあるんですけど。バナナバナナバナナ、ね、見間違えてない。バナナバナナキーホルダー、へえ、なんなんそれ。なんか不思議な気持ちになるわ、うん、俺。そうやな、うん、でもなんか怖いとかいう感情ももうなくなった。まあまあそれはそうやな。なんかあの声はやっぱその言ってたみたいな野次馬的に来てる例の人で一切関係なくて、うん、このキノコはキノコでちゃんとまあ、うん、キノコというかまあさゆりさん、さゆりさんはが家にいるっていうことが分かって、うん、別に悪さをしないから。 なんでキノコになったんですか。いやこれ渡す時に名前つけてったらこいつがなんか竹山キノコって名付けてフィーリングで名付けたんですよ。そっからキノコキノコって呼んでたんですけど、さゆりさんやったんですね。さゆりなんや。なめたけとイチゴが好きな川島さゆりさん。川島さゆりさん23歳。23歳。はあ、えらいことだったな。なんかどうすんねんこれ。ほっといたら勝手に成仏することとかもあるんですか。それもない。まあないと思いますよ見てて。自分から出るってほぼないと思うんで。あんまり聞かん方がいいんですかね。なんで成仏できへんのかとか、なんか見れる。心残りとかが解消されたりとかしたら成仏する可能性もあるんですか。いやないんじゃないんですか。ここまで入っちゃうと、うん、ガチガチなんや。もう離れたくないってなってるんですね、うん、だって、うん、本人も多分気づいてると思いますけど燃やされないじゃないですかこんな大きいもの。そう、ね、ああ、うん、そっかそっか。なので一番今後がやっぱりどうなるんだろうって。だってこんなやばいやん。こんなサイズの人形を家に置いてる人いないですもんね、うん、やっぱよっぽどすっごいレアな霊、成仏できへん霊からしたらほんま天国みたいな家に置いてるんだけど肉体があってラッキーガールなんや代々木上原で。いやお前さ私お前当たり前みたいになちょっと住んでるとこ言うなお前。冷蔵庫にはいろんなものもあって、うんうん、むっちゃいいんじゃない。もう見つけた見つけたってなってる。テレビの横に置いといてもらって、うん、で猫ちゃんの霊持ってもう悠々自適に今過ごしてるって感じ。そうなんやろな、まあ、たまに変なやつにベタベタ触られるけどぐらいやな。でそこも僕はだから今後気をつけたらもう別にそのね好きになられる。何言っていいよ。もっと大きい声でジャム何ジャム。いちご、いちごジャム。いちごジャム食べたいの。あ、用意してもらうよ。いちごジャム勝手なこと言わんの。じゃあいちごジャム買いに用意してもらうよじゃなくていちごジャムが食べたいって言ったんだよ。食べたい。いちごジャムが食べたいの。勝手に言わんと。え、いちご好きやから。耳、パンの耳。あ、好きじゃないんだ。あ、だから切ってもらうよ、兄ちゃんに。切ってもらうよ、お兄ちゃんに。めちゃくちゃやん。むっちゃ甘いやん、さゆりに。このさゆりちゃんはこの中谷のことなんて呼んでるとかってあるんですか。この人ぐらいの感じ読んでる。呼ばない。
何も思わない。何も思わない。なんでそこまでせなあかんねん、じゃあ。お前、お前。何も思わないやつに、そのイチゴのジャム買って。まあ、それぐらいのでもやつがいいかもな。はい。なんか、点検してるぐらいの方がいいかもしれない。まあ、こいつとは、まあ、なんか、ほんまに。あ、もう何も始まらへん。こいつとはマジないわ、みたいな。始まらへんっていう。っていうぐらいの意識づもりではいた方がいいかも。勝手に喋んねえな、ほんで結構。見るのみたい。見るもの飲みたいって知らんよ、なんでそこまで俺が用意せなあかんねん、見ろ俺飲まへんのによ、いるやん、見ろって世代、確かに同世代、あでも23って、まあ、あるか、見ろ、まあまあ、よかったな、でも結構好きなもん分かってる、見ろといちごジャムとなめたけで、それさえ用意しとけば別にご機嫌は取れるってことですね。お腹すくとかあるんですかね、どうなんでしょうね、亡くなった人はご飯もらわないと腐敗する方多いですよ、見てると。それなんかさっきもおっしゃったじゃないですか、腐敗してるって、はい、それって状態としてはすごい良くないってことなんですか、腐敗してるって。なんでしょう、ひびが入ってる状態ですかね、ちょっとゾンビっぽいみたいな。亡くなった人ってどういうしてるかというと、はい、こういった灰色なんですよ。あ、そんなにグレーなんや、うん、なるほど、モノクロ写真みたいな感じ。だからご飯をちゃんと与え続けてあげないとそうなっちゃう。そう、大体の方こういった色なんですけど、はい、それがご飯もらえなくなってくると腐敗したりとかする方多いです、見てて。喋れないとか。なるほどなるほど。ちょっと歩いてて、はい、臭い時ってありません？ある、はい、ああいうとこにその腐敗した霊が固まってることが多いです。そうなんですか。で、さゆりさんは結構なめたけとか食べてるから結構ちゃんと受け答えしてる。桃屋のなめたけ、勝手に俺の冷蔵庫の桃屋のなめたけ食ってるから、食べてるから声は小さいけども、うん、まだ腐敗せんとちゃんと意思疎通図図れてんの。腐敗してしまったらなんか良くない方向に行っちゃったりもするかもしれない。魂なんで腐敗しないと思いますよ。霊じゃないんで。まあそうか、魂と霊とまた違うんですね。どう違うんですか。霊は人として見えるものが霊で、はい、魂はもうこの中に入っちゃってるんで形はないんですよ。あ、なるほど。さゆりさんの、うん、その生前の姿が見えるとかじゃなく、あ、そうなんや。人形の中に入ってる。意識が入ってるようなもんです。なるほど。なるほどね。魂ない。そういう状態なんや。うん、まあじゃあこれからも末永くお幸せ。これこの物語いつ終わるのマジで。お、何なの。やばいやん。何終わるって。なんかよりどっと疲れてんけど俺なんか。いやでも。俺はなんか逆にハートフルな回になったなと思って。いやいや、だから俺のイメージとしてはだから、あ、なんかこういう良くないのがついてて、これがそのラジオの声も影響してるから、うん、じゃあ撮りましょうねって言って今日撮ってもらって、うん、すっきりで帰れるかなと思ってんけど、新たな川島さゆりさんっていう。そんな簡単に魔法使いのように去って魂なんて抜けないですよ。道具もたくさんありますし。あ、それはそうやだよ、それはそうなんですよ。すいません、舐めててすいません、それは。いや、まあ、でもな、全くその手がかりがない状態だったから確かにちょっとお話が消えてな、それは良かったけど。いや、もうそのなんか、はい、なめたけと思ったけど、やっぱり桃屋のなめたけ冷蔵庫に入れてるとか。です、ほんまにそれがちょっと恐ろしいな。見てるんですよね、後ろ向いてるんですよね。でもこの子はそうです、冷蔵庫には背を向けてますけど、もうほんまに真後ろに。なんで開けてる瞬間にこうやってるかもしれないです。いやちょっとやめてよそれ。何それ。何すかそれ。そんな怖いやつ。何をそんな怖がってんの。その怖いやつやめてください。普通のことやろ。冷蔵庫開けられへんやろ俺帰って。いや、あの花瓶のもな、ちょっと。いや、そう、ほんまに目の前に花置いててすぐ枯れるんですよ。それもなんかちょっとな、うん、なんか、ああ、買ったのにすぐ枯れてるわと思ってたんで。まあ魂いますからね、うん、その影響なんや、うん、まあほんまにもうベタベタ体は触らず、うん、でたまに、うん、冷蔵庫の中の食材空っぽにして出ていったらダメよ。いちごジャムと、うん、とか置いてあげて、パンも欲しいって。いちごジャムのパンが食べたいらしいです。いちごジャムのパンで、トーストの上に乗せたいってことですかね、うん、トーストで焼いたやつ。あ、口に耳が嫌いなの。パンの耳だから。ちゃうがまま言うやん、こいつ。お前なんで俺焼かない方がいいの。焼くなよ。焼かない、焼く。なんなんこれ。焼かない焼くじゃなくて、ちょ、お前焼かないで塗ってサンドしてほしいらしいです、うん、焼くなよ。あ、わ、パンの生地を、はい、6枚とかじゃなくて8枚の薄いやつがいいって言ってます。薄い派なんよお前のさゆりは。8枚切りのやつの耳カットして柔らかい部分だけでいちごジャムサンドして置いといてくれって、はいはい、見ろとな、見ろと一緒に。むちゃくちゃわがままやんこいつ。お前な、お前贅沢な、何やねんお前。お前普通のことやろ。お前誰にでも好きなもんってあるやろ。俺が耳好きやっていう人もおれば焼いてほしいって人もおる。別に普通のことや。いいやね。耳どうすればいいの。耳どうすればいいの。
パンの耳食べればいい。食べればいい。誰が？あなたが？あなた京明さんに耳食えって言ってるやん。耳をお前が食えって言ってるやん。食べる耳はお前が食べたって。なんで俺がそんな耳の処理せなあかんねん。好きらしいよ耳。いや勝手な解釈で言ってるじゃないですか。いやハートくんの回になったマジで、まあまあ悪させえへんやったらまあまあいいわ100歩譲って。猫の名前もつけてあげたらさよりまた暇な時、うんうん、ずっと家で一緒に住んでんねんからさ。そうやな、俺もそれなんて呼んでいいか分からへんしな、その猫のことをな、うん、ということで いやいやすいません、京明さんちょっとすいません本当に来ていただきまして、うん、ありがとうございます。助かりました、助かりました。なんかすごいモヤモヤしてずっと日々なんかちょっと怖いなとか思ってたんですけど、なんか、はい、来ない方が良かったですか。いやほんまに、いやいやいやむちゃくちゃいい回でした。いやほんまにちょっと助かりました。でもなんか神回やこれは、解像度が上がったんでやっぱ大事にしようっていう気持ちもちょっと芽生えましたし、やっぱり、うんうん、名前があることで、うん、はい、すいません本当に、わざわざありがとうございます。ほんまに今日わざわざありがとうございました。ありがとうございました。本当にいやいい回になったマジで。そうだ、トイレ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 どうしたの。めっちゃ勝手に喋るな。2つあるトイレが2つあるんで。おお、え、洗うの、え、パンのどこのうちそれ。んトイレのなんか洗うものってあるじゃないですか、便器洗いのは。はいはいはい、2つあるの。んトイレトイレの洗うやつ2つある。よ、え、さゆりちゃんのお家、元のお家の話。あ、生前の、あ、今の俺の家じゃなくてってことね。どこで育、あ、わ、おじいちゃんに育てられたんだ。おじいちゃん、おじいちゃんが、なんで今そのトイレの洗うものの話したんだ。それから関係ないよお前さ、だから厳しいって。八枚切りが英雄だとにトイレ洗う掃除の道具が2つある。さゆりちゃんからしたらこんな機会ないから、その自分の言ってることを伝える、うん、分かってくれる人がいないっす。思ってることをやっぱ今言うてる、はい、僕がさゆりと話す方法ないっすもん。だってもう京明さんと今日お別れしたらもう意思の疎通取れないっすもん、ね、一生懸命話してみたらどうですか、うん。聞いてはおる、聞いてもいる、そうか、分かる、僕が言うことは分かるから、はい、でも大事にしてくれてるなとかは伝わるかもしれない。あんまり喋りかけすぎたら恋愛感情持たれてややこしいことになるんですよね、うん、むずいて。だからちょっとツンケンはしたかツンケンがやることはやってあげる。おじいちゃん、おじいちゃんもいいよここで。おじいなんか喋っておじいちゃん、まだまだ話したりんとおじいちゃん話してんねや、うん、私のおじいちゃんそうで、そういえばねみたいな感じそうですか、わ、うん、かりました。いや、よかった、はい、そのなんか邪悪なものが入ってるんじゃなくてよかったです。だからリスナーの人もちょっと安心してください、ね、はい、うん、まあ、これからももしかしたらちょっと入るかもしれないけど、はいはい、まあまあ、それも野じ馬的に入ってきてるだけで気にしないでということでね、はい、ということで京明さん今日はありがとうございました。ありがとうございます、はい、ということで今週はそろそろお時間です。また来週お会いいたしましょう。以上マイリカの中谷と坂本でした。さようなら、さようなら。